どうも楽しい週ご飯の時間です。今日はですねちょいとありましてね、こちら辺にやってきております。秋葉原近辺といいますか、そこら辺に来てやってきております。末広町近辺ですかというところにやってきておりましてですね、まあ、ここら辺に来たらどこ行くのということで、木島大体がこちらでございますというか、家系東京さんでございます。いやーめちゃめちゃ楽しみ。今年度初、この本年度じゃない、今年初、またねやっちゃうんだろうなね。そんなしょっちゅうしょっちゅう来るわけじゃないですからね。来たいけどしょっちゅうしょっちゅう来るわけじゃないから、まあ、贅沢にしてね、まあ、頼んであれも頼んでこれも頼んで、そういう風にしてね美味しくいただいていきたいと。まあそうだ、外観ちょっと人が並んでるんで、また後で撮り直します。ということで今日もめちゃめちゃ楽しみです。 AK 東京さん AK 東京さん行ってきます。
丸系もいいな。はい。はい。あ、大丈夫。次回出張です。お願いいたします。総合公演です。はい。総合公演です。先頭一名様どうぞ。先頭一名様どうぞ。先頭どうぞ。どうぞ。お願いします。また一番席どうぞ。続き客様どうぞ。はい、様どうぞ。皆様ピンキーチームを追加。6番席どうぞ。様どうぞ。7番席どうぞ。
ということで行ってきましたよ。家系東京さん、やっぱいいな、やっぱいいな、美味しかったな、もう最高っすね。今日は、チャーシュー麺3枚のやつに、カツトントロ、あれも美味しかったわ、トントロ美味しかったわ、最高じゃないので、あと豚肩ロースか、このチャーシューまた追加も、これも美味しかったな。ほんとはね、これ2枚にしようかなと、2枚にしてトントロ1でいこうかなと思ったんですけど、いくらなんでもやりすぎだろうということで、チャーシュー3に追加11で、ご飯ね、お米やっぱ追加するじゃん、頼むよね、どうしても頼んじゃいますよね。で、思わず言っちゃった、大盛りでお願いしますと、大盛りご飯にしちゃいましたよ。いや、本当に大満足。いや、チャーシュー美味しいな、汁も美味しいですよ、汁も美味しいけど、やっぱチャーシュー美味しい、あれ味濃いめにしなかった、普通で油多めだけ、油多めだけお願いしました。で、店員さんもね、相変わらずの素敵な接客で、もう僕のこと、ひじまのこともね、あの動画見てますよとおっしゃってくださって、あ、もう本当にありがとうございます、嬉しいです。美味しいだけじゃなくてね、そうやっていい気持ちにさせてくれる、それが本当かなんか分かんないですよ、そんな本当ですよ、嘘なんかつくはずないから本当なんでしょうけども、お客さんはね、楽しくさせてくれるっていうか、嬉しくさせてくれるっていうか、そういう風な気遣いがね、もう非常にありがたい、素晴らしいね。ということで、行ってきました、家系東京、あ、元谷直系の家系東京さん、今年も最高でした、今日もとっても美味しかったです、ごちそうさまでした、また明日。